なんか雪玉投げてくる、雪玉投げてくる人いるんだけど。はい、どうも皆さん、こんにちは。ワイテルソン中村です。ブルークです。チョビです。キリです。キリアンです。ということで、今回やっていくゲームはバイオーム PVP。 よいちょー、よいちょー。はい、名前だけ聞くとちょっと面白そうなゲームなんですけど、面白いんですかこれは。いや、面白いです。めちゃくちゃ面白い。おぉ、めちゃくちゃ、もうめちゃくちゃ運任せ。うわぁということで、今回やっていくのはバイオーム PVP なんですけども、まあ、これはね、はい、まずこの5人がそれぞれ特定のバイオームですね、まあ、後ろにあるんですけど、後ろ全部で、まあ、ボタン4つとゲートが1個あるんですけど、キノコ島、そしてメサ、はい、そして尖った山頂、そして砂漠、そして尖ってるから、尖ってるから、あれ尖ってる、尖ってるからちょっと高いんだあれ。そういうこと、尖ってます。はい。そしてネザーゲートと、まあネザーですね。はい。この5箇所にそれぞれ行きまして、そこでそのバイオームでのみ武器、防具などを調達することができ、まず一定の時間が経った後に集合して PVP をする。だからそれぞれバイオーム代表の選手たちが集まった PVP が見れるということでございますよ。なるほど。なるほど。最強のバイオームを決めようと。まあ、あの参加してないバイオームもたくさんいるんですけど、強いバイオームねえのよ。来てねえよ。一回やって盛り上がったらまた入ってくるから。そうだね、確かに。前回優勝者にこうチャレンジャーがまた集まってくる形になるかもしれない。絶対チャレンジャーのが強いってということで、じゃあ早速、はい、運命の自分たちの出場バイオームを決めるガチャです。はい、はい、マジでキノコ島と尖った山頂はやだな。どこ代表かが今日だけど、ね、いや、なんならネザーは多分一番いいよな。で今あれでしょ、ね、無印バイオーム PVP でしょ。次バイオーム PVP2 だとまた違う面々が揃ってバイオーム PVP 世界編が始まるんでしょ。何のやつそれ。あんま変わらんて、平原の森とか。イナズマイレブン。イナイレわかんの、多分中身しかいねえの。え？出ない。もう今日撮影終わったわ。撮影終わった。ザコ確定です。ムッシュルームと戯れてる。アザース、生の牛肉いっぱい手に入れられます。あ、メッサーです。当たり臭いぞ。メッサーもやることは多いかもね。メッサーやること多いしな、ネザー。やることある場合。ネザー。うわ、やべえ。やばいの。いや、もう外れしか残っとらん。どうしろって言うんだよ、まあ、ここお前でも尖った山頂押したよ。今押しだろ、尖った山頂。尖った山頂やばいな、なかなか。なんかまあまあまあ、なんかそれっぽいんじゃないですか。どうすか、それっぽいですね。まあそれっぽいとこあるのかわかんないけどじゃあもう行きますか。じゃあ行きますか、はい、じゃあサバイバルにしてもらって20分間ね。行きます。じゃあ20分間、よーいスタート。キノコ島ってさ、木あるの？ワイバルで、ワイバルで、ワイバルで、もちろん。え、ないの？木ある、木ある、砂漠に、木ある。え、なんで？スポーン地点からツツジの木が見えるんだけど。あ、ツツジの木はあんのか。ある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 、あるあるある。そういうことか。でもさ、これさ、下行っちゃうとダメだよね。下行っちゃうと、ツツジの木だらけだ。だらけ。なんかもう5本ぐらいあるわ。話しやくない？砂漠なのに木がある。まあ、想定と違うけど、想定と違う。ピラミッドもある。ね、おい、最強ピラミッド。それは想定ないじゃん。それはね、それはね。一旦ちょ、想定通りにピラミッドから行くわ。さすがに今まで通りになっちゃったもんがいいんで。ネザーゲームガン出るとなんだけど。ちょっと。外れ引いてるな。ゲームガン出るとソウルソンドなんだけど。いや、待てよ。尖った山頂って何をするんだ？僕は何をするんだ？でも、うわぁ。建築とかいろいろあるんじゃない？雪も取れねえよ。土を掘って？土掘れ。まあでも、PVP は別にね、装備なくてもできるものではありますから。できる。そうだよね。え、でも案外深いとこ行ってもね、まだムシルームフィールドだね、これ。どうにかなんか廃校露出してたりしない？尖った山頂に。これどうやってねえか。いや、メサでも同じように探しているが、今のところまだ見つかっておりません。私も探している。廃校よな、メサ。いや、メサ廃校が引けないと吉。ムーシュルーム廃校だろう。それはただの廃校なのよ。いやさ、俺思ったけど、聞いてみていい？ああ、じゃねえわ。しといて。これ、俺、入って、地下行って、爆発で死ねばいいのではっていうね。ああ。いいのかって話だけど。
まあいいのか、TNT 回収しないで。あ、これ使おうかな。あ、やべ、言わんときゃよかった。え、待って、俺さ、することないな。どうしよう。ないよ。今さら？今さら、どこで探すんだ。ちょっと待って、そもそもどこまでがジャギットピークスか。これ F3 つけといていいよね。行き過ぎると良くないからね。確かに。深さ30ぐらいまではね、全然バイオも変わらなかったよ、僕。死にます。え、この辺の森ギリギリジャギットピークスだったりしねえかな。スケルトンに爆破された？あれか、スケルトンに攻撃されながらガストを食らうやつか。ちょっとエグいですね。ここ入ると、リバー。リバーはダメなんだよね。リバーはダメなんだよね。リバーはアウトですね。スノーウィースロープスになっちゃった。なんだよそれ。あ、待って、俺も、待って、今俺もなんかツツジの木らしきものが見えたけど、おい、ツツジの木、ゲームバランスブレイカーだ。ブレイクないの、ツツジの木。ないないない、マジでない。どんまい、どんまいどんまい。メサは普通に木あるでしょ。メサは木あるよね。メサは普通にあるよ。ただ一、でもね、メサの木ないんだよね。キリアンと昼ご飯食べに行くわ。ね、なんか散歩してる今。俺も散歩してる。え、俺らツツジの木ゲー？いや、でもさ、メサは普通にあるんよ、木は。あるよね。だからメサとネザーはちょっと有利かなって思ってたんだけど、お、まさかのツツジだよね。ちなみにブルークさん、キノコ島はモンスター湧かないって知ってました？ええ？夜も暇、夜も湧かないです。暇すぎ。平和なんですよね。平和なんですよ、あの島。だから僕はスケルトンを買って弓矢を手に入れます。おお、武器だ。武器だね。お願いだから。村でかすぎだろ。あったたしく、シンク。うわ、シンク見つけたの強。でかいです。で、玄武岩データなんで石も揃います。モンスターください。今度夜早くね。5分どころじゃなくて。え、なんか海からドラウンド引き上げるぐらいだったらできそう。え、ムシュルームの地下ってモンスター湧く？湧かない気がするんだよね。え、やばくない？そのバイオーム、ガチの平和世界。穏やかだね。いや、メサ廃校引けないとな。メサ廃校ってどんなとこにあったっけ？廃校ってどん高さにあんの？低め。低め。低めね。低め。あ、ダイヤモンド見っけ。え？ダイヤモンド？え？でも取れないっしょ。取れないよ。お、手すげっと。あー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 あああ。え？きちゃー。何が？何？ダンジョン。ダンジョン。え、なんかモンスタースポナー引きいいね。モンスポ意外と戦える。待って待って、なんか希望見えてきた僕マジで。全然俺が無理ってこと実は。やばい。てか鉄とかさ大量にあるのにさ火がないんですよ。お、これは、あー、火はなーねえよ。火ねえんだよな。火はねえよ。NT は食料は潤沢だな。キノコのおかげで食料もあるよ。あ、村のおかげで。村のおかげで。確かにメサマジで食料調達無理なんだけど。確かに凍った尖った山頂も何もない。え、めっちゃなんか洞窟多いぞ。大丈夫そこ、まだシュルームアイランド。あ、全然シュルームアイランド。これどんだけ深く行ってもね、シュルームだね。そうなんだ。木材手に入れられる可能性があるのは中身と金時だけか。まあ一応普通のだったら ね、そうなんだけど。鮭もゲットしたから。ゲットしてるね。そう、バランスブレイカー筋。強いね。わあ、キザルだ。怖いね。誰？それはキザルだよ。か、俺2歳いるよ。え？なん、どういうこと？なんで？なんで？あ、待って、僕もネザーいけるかもしれん。いや、来ちゃダメだよっていうか、俺がネザーなんだから。ルール違うバイオームだぞ、普通に。いけるあ、でもここはもう、あ、そっか。バンセッシュになっちゃうから。鍾乳石に当たっちゃうと、ドリップストーンケーブになるんだ。あ、なるほどね。ドリップストーンケーブに行ってました。行きます。どこまでは メサなのこれ。ここまではメサですか？ここはメサですか？ここはメサなんですね。なるほど。これはメサではありません。なんかうるさいな。いや、木材が入ってることないよな、ダンジョンに。チェスト何かに再利用できないかな。モッドみたいな。逆クラフティングテーブルみたいな。バラステーブル。アンクラフティングテーブル。ここがバッドランズなら死にたくないな。ほら。やってるやってる。うわー、強。なんかないかな。金でもはや装備作った方がいい。説あるんじゃない。あ、それはね、ちょっと強いかもね。そっちを火炎耐火の帽子。朝になったらマジですることなくなっちゃう。確かに夜の間洞窟潜ってんのちょっともったいないかも。そして俺の大事な食料がゾン肉っていう。
俺の大事な食料が調達できない。行くぜ。おっと。小田原さんがやってもどうすね。使えないだろ。ヘイドモ。ヘイドモ。あー、つい。おいおい。おいおいおい。聞かれてるぞ。この PVP、ね、勝てるの か勝てないのか、どっちなんだい。それだった勝てぬぬぬパワーない、パワーないよ。キニちゃんね、キニちゃん。あ、間違えた。え、チーター。ビーターです。ビーターか。ただのビーターです。なあ、キバオ、俺の命は君のものだ、ハスナ。あ、洞窟じゃなかった。何回言うんですか。うるさいなぁ。困っちゃった。手元でクラフトできる武器になりそうなものない？ちょっと誰か。ない。これがないからマイクラに武器ってあるんじゃない。そしたらクラフティングテーブルいらんもんね。金のインゴと縦2個でもさ、棒作れてよくない？どう？金の棒みたいな。なんかさ、鉄精錬する裏技みたいなない？かまどを使わずに鉄を精錬する方法みたいな。何そのガチ雑学みたいな。何そのガチ雑学みたいな。あ、ゾンビが人参出してくれた。やった。貴重な。君でもアドバンテージ持っちゃってるよ。ヒリアン、あいつら狙うぞ。やばい、倒すぞ。1個だよ、1個。人参1個でそんな狙われる？そんなやばい世界だっけ、ここ。いや、人参持ってやがる。えっと。棒でいいから欲しい。棒。でも、テーブルないでしょ。いや、ない。鉄のつるはし。え？鉄のつるはし？めっちゃ寂しいじゃんけん。えぐ。ヤバドロ、ヤバドロップ起きたんだろうな。壊れたデザゲートある。ここは砂漠のままいけるのか。いや、なんで微妙なとこにあるんだよ、あれ。デザート、まだデザート、まだデザート。うわ、あのチェスト、ちょうどデザートから届かない説がある。うざ、うざいな。ダメですよ。壊して、手が届かない。届かないのか、壊すの。手が届かない。うわ、覗けねえ。ちょ、弓を落とせ、頼む。お前が弓を落としてくれないと。俺は、あ、痛い。あと1分半ぐらいですかね。ガチで言ってる？全然バイオームわかる。全然バイオームの良さ活かせてないよ、今のところ。ほとんどそうね。ほとんどそう。良さがない場合はどうしたらいいですか？あ、良さを見つけるんだよ。それが愛ってもんだろう。弓作ればいいのか。作ろうとしてるやついる。許せねえ。許せねえよな。クラフティングテーブル持ってるやつら全員敵だから。マジでそう。ブルック一緒に頑張ろうぜ、俺ら。マジ共闘です、ここは。大共闘です。7秒、はい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 、が5秒5秒5秒。あ、うわ、たぶん2、1、終了です。うわ、終わり？終わりです。じゃあスポーンポイントアットAここにしときます。強そうな人いるんだけど。強そうなやつ、強そうなやついるな。強そうなやついる。なんで？なんで？強すぎん？うわお、やばやばいな、これちょっとやばいよ。で、ここで戦うのもいきなり。あー、別の場所にする。平原とか行かない？平原行くか。じゃあカウントダウンお願いします。誰か。3、2、1、スタート。やばい、クラフティングテーブル。あ、あ、あのクラフティングテーブル使う。欲しいか、キリアン。それそのまま。あれ、何？ちょ、鉄あるんだけどさ。マジ？ダリない。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。やばい、やばい、もういる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 。やばい、やばい、バンズ、やばいよ、勝てないよそれ。あ、やばい、やばい、強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 い、入ろうとしてる。今今か、今か、今か。ちょ、ブレーク、ブレーク、ブレーク。やばい、やばい、バンズ、バンズ2号いる、バンズ2号。バンズ、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 お前、いけいけ、お前、いけ、負けた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 、死ぬ死ぬ死ぬ、おい、死ぬ死ぬ死ぬ、おい、幸運、幸運さんの方がいる。やばい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 、いらんいらんいらん、幸運さんの方がいる。いらんて。うわ、こっち来た。あ、もらおう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 、あ、もらおう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 。お前、これ、俺にはこれがあるんだよ。ハイカのポーション。これだろ。おい、なんでなんだよ。幸運、幸運さんの方がいる。やばい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 、いらんいらんいらん、幸運さんの方がいるから。いらんて。こっち来た。あ、もらおう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 。ちょっと、おい、装備着てるもん同士戦え。お前、お前、お前、何してんだ。やめ、お前何してんだ。やめろやめろやめろ。おい、俺には、俺大会なんだよ。
俺大からんだよ。なんだと。おい山頂。やばいやばいやばい。ちょっと山頂でお前何やってたの。山頂でよお前。頑張ってもらう。無理だよ。山頂で。なんか雪玉投げてくる。雪玉投げてくる人いるんだけど。無理。おら。無理です。無理だ。キャー。あ。お前マグマ強いぞ。なんか、キープインベントリー。ああ、それ俺の違い。あ、取られた。ブルクやばい。シャークブルクやばい。やばい。やばい。そうね、このままだと中の一人勝ちだぞ。キリア死んでる？キリア死んでるよ。キリア殺した。キリア殺した。おい、なんで俺殺したんだよ。今武器作れたのに。だから倒されたんだよ。これがあったのに。しかも僕も武器作ろうとしてる途中で殺されたから中身に奪われたぞ。いらねえよ、これなんだよ。いらねえよこんなの。これあげる。ヒント欲しいんでしょ。これ何欲しいんでしょ。欲しいでしょ。あ、欲しい。強いよ結構。ちょ、ジャリないなんかないだろ。ない、なんでだよ。ほら別バイオン、メサにいませんか。2人早く、軽く上げて、上げて。おい、あれ、来てるぞ。上げて。木の棒。あーい、撃て。盾もあんじゃん。辛い。そう、斧作れば分かった。斧作る。頑張れー。光ってんのかい。てか、普通にメサ出てる。無理だわ、俺。これ死ぬ。食料がないんですよ、メサ勢。人参、人参一本だぞ。人参、地獄高してる。あーやー無理すぎ。金時来たー。やばい、しゅう。来たー。僕も無理ぶろー。よし、やったそりゃブルックは勝てねえよ。そりゃね。いや、砂利あったらね、ヒュージー石作れるなって思って。いや、弱っ。マグマ撒き散らしてるやつ全員にとって害悪だったら殺すべきだったな、早く。いや、基本これだけだから。いや、俺、鉄があったらヒュージー石作れんなって思ってたんだよ。おい、おせよ、作るの。だからさ、ずっと追いかけられてたんだよって、目によ。この見た目、ガチでなんかバーバリアンなんだけど。確かに。おい、バイオムクソすぎだろ。もうこっそり金リンゴ食ってなんかワンチャン勝てるかなって夢抱いてたのに。ザリアだな。何も無理なかったわ。やっぱどんなに装備が強くてもやっぱ食料なかったらこういう地球戦はきついですわ。確かに。そりゃそうだな。メサ村とはないもん絶対な。メサ村ないし食い物ない。メサなんか生き物もいないんだよね。生き物いない。そう、確かにいない。だからマジで食料モブいないんだよね。こんにゃく子供ってのは何。そう、ダンジョンにあった。早くめっちゃあった。じゃあ、がっかり感想戦。がっかり感想戦する。じゃあ、誰から行く。じゃあ、果たして俺に勝ち筋があったのかっていうのを知りたい。みんな見に行く。行ける距離じゃねえな。まあ、何ができんねんだよね、マジで。この辺はもう違うのか。そう、なんかね、プレーンズになるんだね。雪の斜面みたいなのがあるんだよね。あ、本当だ。スノービースロープス。あ、本当だね。そう。だから、結構上の方しかないんだよ。スノービースロープスもダメだもんね、いっちゃう。うん。どこでアイテム手に入れたの？だから、ゾンビ倒して、敵モブ倒して、で、一応なんかね、クリーパーの爆発で、鉄はいっぱいあるからさ、鉄はまあ手に入れられたんだけど、まあ精錬はできないよね。ですか？はい。はい。でっか！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 でかできんねん。こんなでかいの？メガや。ここすごいな、普通の、ただの。普通に、すげえ。え？もうただの。ここも普通の洞窟だね。ただの洞窟。まあでも木がねえから。木があればね。木があればね。ダイヤはめっちゃ見かけたんだけど。確かに、ここはすごい。ダイヤめっちゃあるわ。ここはすごいいいね。あ、これ食べたけたんじゃん。え？違う？え？え？ない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 、見つけてない。見つけてない。なんかあんのこれ。ああ。
いやー、ひしひしはある。近隣語。近隣語もある。おえ全然ここまで来れてないわ、もう。もう探索できてない。まあ、全然でけえからな。まあ、でけえから。横島自体が、うん。なんか、後から勝ち筋あったって知るのもちょっと悲しいことだよね。これなんでやりたいって言ったの誰だよ。この人なかったしね。いや、ないならないでもう諦めつくからいいんだけどさ。いや、やっぱ俺は間違ってなかったんだ。負ける運命だったんだっていうね。フルフがいろいろ見つけちゃったから。そうそうそう。それちょっとなんか、ワンチャン勝てたのかな、みたいな。これ行くじゃん。見たい人。いいの？見たいの？本当に。見たくないならいいよ。え、全員やんじゃないの？全員やらないなら別にもう。じゃあな。はい。村がめっちゃ近くにある。いや、普通になんかね、木がめっちゃ多いんだよ、この砂漠。本当だ。なかなか珍しいよ。木がポツポツ生えてる。じゃあ普通に、え、なんで木が普通に木生えてる。なかなか見ないよね。おい、初めて見たって。おかしいだろ、これ。普通に初めて見る。羊生えすぎだろ。生えすぎだって、これ。めちゃくちゃ生えてんな。こんな生えてんの？めっちゃ話違う。思ってた以上に生えてるわ。話違いすぎるんだけど。タくんでも鉄装備とかはなんで？ね、いや普通にちょっと申し訳ないからなんか掘ったりした。村とか探してた。村探したり。話違いすぎるからね。話違いすぎてちょっと確かに話違いすぎた、ね、話違いすぎてマジで普通に平原ぐらいの密度で入ってる。近いやばい。近いやば。近いやば。近い。半もすぎ？半もすぎだろ。うわえ、地下やばうわ、地下ね。すご。地下、緑すぎだろ。何これ。砂漠の下とは思えないな。大半もじゃん。大半もだ。大半もだ。大半もした洞窟だよ。こんな。じゃあ、メサ行く？ごめんね、メサ。本当に。お前から廃校を見つけてやれなくて。こう、広い。広い。探索にちゃんと時間かかるタイプのメサだったね、ここは。でも、楽しかった。でかこれ自然生成なのすごいよ。すごいなあれ。これ自然生成ま？ちょっとやだなこれ。これギリ疑うわ。リッチで見つけたら一回は立ち止まって確認しちゃうね。さすがに疑うよねこれ。メザ見に行く？めっちゃ見に行きますかじゃあ。ゲンブガンデルタなんでしょ？ゲンブガンデルタだけどまあ意外と出しまやすい。そう。こっちはもう完全に封じられてるんだけどね。こっちはないね。ああ。積みやん。こっちだね。確かに積みだった。あ、本当だ。すぐ。力で入れて。割りだるだね。割りだるだな。こっち、右に行くと、こっち続いてって、結果ネザーの良さ全く出せないことになる。そう。まあ、シンクはここにありますね。よう見つけたね。ね、でも、あれが見たいんだよな。ポリデーのチェスト。ああ、なんか言ってたね。一回行って、その後もうモンスターで行けなくなったから。もう無理。スケルトンが湧きすぎて。もう無理だった。ああ、それ。金ブロック大量にあるから、これで金装備。あ、でも金装備あるよ。金装備あるし、焼き豚入ってんだ。ああ、そうなんや。鉄ブロックマンじゃん。なんなら、これだわ。ネザライトのかけらだ。ここまで来れてたら最強だったな。ここ最強だわ。金時はここまで来れてたらと思うとゾッとしますね。鉄ブロ2個見つけてはいたんだよ。大量にあるし。ちょっと誰か試し動画呼んでなきゃ。おい、ビッグステップもあんじゃねえか。強すぎるって。何にもならねえよ。計算でわかるけど。強すぎるって。ということで、今回のバイオームの勝利は砂漠と。砂漠か。砂漠か。砂漠ではある。はい。バイオーム PVP 優勝は砂漠。次回優勝者に新たなる資格の登場バイオン PVP2 をお楽しみに次は砂漠対覆われた森対ジャングル対森対タイガね無理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 めっちゃキーある ご視聴ありがとうございましたチャンネル登録と高評価も待ってるよさらに Twitter のフォローもよろしくTwitter には最新情報が盛りだくさんメンバーの日常も日々更新中それではまた次の動画で会いましょうさようなら